では、始めていきます。ですね、離散最適楽器ソロンなんですけども、ですね、切除平面法っていう話を今日はします。前回からこの整数計画法に対するアルゴリズムの話をして、前回は一番基本的な分子限定法っていう話をしたんですけども、今日話すのはですね、それと並んでよく使われるというか、実際はですね、前回の、分子限定法と組み合わせて使うことが多いんですけれども、その話もしていこうと思います。で、切除平面法なんですけれども、まず、どういうことをやっていくのかってことを、ですね。どういうことをやっていくのかってことを、まず、基本的な考え方を説明します。はい。でですね、基本的にやることというかですね、重要なことは、分子限定法、前回と同じで、ですね、この、左のような図、整数計画問題があったときに、その、ですね、線形計画緩和を解くってことは、前回のですね、分子限定法の時と同じなんですけども、それをどのように使うのかっていう使い方が違います。で、ちょっとここは、このスライドは、何回か前の復習と同じスライドになるんですけども、緩和すると、こういうその凸多面集合上の問題になるということになるわけです。それで、実際はですね、この左のように、この整数点上だけの問題というのが、整数計画問題なんですけども、このですね、整数点全体の集合っていうのが、この左の問題における許容領域になるわけです。で、その許容領域の凸法を取るってことをすると、それはまた別の、その凸多面集合が得られるっていう形になるわけですけども、これはその凸法なんですが、ミンコフスキー・ワイルの定理から、これはその、あれですね、凸多面集合であって、何かこの不等式を使って書けるということになるって話があったわけです。で、この不等式だけを持ってきて、この整数性を無視すると、何かその凸多面集合を得られるわけですけども、それはですね、この、左の問題を、線形計画緩和したような形になっているというふうに、見れるわけです。で、この右の問題は、これ整数計画問題なわけです。あ、すみません。線形計画問題なわけですけども、これをですね、解いてあげると、この場合の、この例の場合はそうなんですけども、この、最適解というのが、左の問題の最適解にこう一致しているという形になって、実は、線形計画問題を、ある線形計画問題を解くことによって、整数計画問題が解けるんだという話になっていたというわけなわけです。いうわけでした。で、今日やるこう切除平面法というのは、気分としては、この右下の問題を解きたいっていう気分でやっていくと。ということになります。つまり、左上のこの元の整数計画問題があるんですけども、そこからですね、この、許容領域の凸法を、凸多面集合として表すことができれば、それで、元の整数計画問題解けるでしょうっていう、気持ちになるわけです。で、そのためにどうするかっていうと、だからこれはまた復習で、これはちょっと飛ばしますね。ということなので、どうするかっていうと、ですね、もともとこう、左のような整数計画問題があって、あるんですけども、そこにですね、制約を追加するってことをします。制約を追加する。で、そうすると、今ですね、これ制約、この赤い線で表されているのが制約だと思ってもらって、だから不等式で言うと、この直線よりも下側っていう領域を表すような不等式が、制約として追加されたとしましょう。そうするとですね、4つ制約、不等式があって、それらでこの囲まれているこの四角形があるわけですけども、この四角形の中の整数公式点だけが、許容領域であったものがですね、今、こう下の方ではこう制約追加して、これ五角形ですね。この五角形の中の整数公式点だけを考えて、その上で最適化しましょうっていう問題に、変わっているところになるわけです。ただ、ここでですね、追加している制約は重要なその性質を持っていて何かっていうと、これを追加してもですね、整数計画問題の許容領域が変わらないように、追加します。つまり、もともとですね、この左上の問題は、整数公式点1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12個。ここに点があるわけですけども、この下のですね、制約追加した後の問題においても、それら12個のですね、点が、そのまま、許容領域の中に残っているってことになると。で、こういう形で、頑張っ、そういうも、いいですね、こう制約を見つけてこう追加します。で、追加したところの、
問題で線形計画緩和を考えましょうと。で、そうするとですね、この場合は、ちょっとこれはうまくいきすぎる例なんですけども、この線形計画問題を解いてあげると、欲しかったですね、この、この整数計画問題の最適解が、この整数計画問題の最適解が、この線形計画問題の最適解として得られるという形になって、つまり、これでですね、この制約を追加するだけで、元々の整数計画問題が解けてしまうという形になるわけです。で、こんな形のことがやりたい。だから制約追加して、線形計画緩和解くんですけども、その時に、この出てきた、ですね、最適解、まあ、これ単点最適解ですけども、これが、いい性質を持ってると、それがそのままですね、元の問題、整数計画問題の最適解になっているように、できると嬉しいな、という気持ちでやってきます。で、このように今追加した制約があるんですけども、これのことをですね、切除平面と言ったりします。英語でカッティングプレインと言ったりして、まあ、カッティングプレイン、まあ、これはですね、これ二次元の図なので、これ制約しているものはこれ直線に見えるので、まあ、そういう場合はこれなんか切除直線と呼ぶべきなのかもしれませんが、まあ、三次元のイメージを持ってもらうと、これは切除平面なんだなっていうふうな、まあ、イメージ持ってもらうといいと。で、もっと高次元だとですね、まあ、別に平面じゃなくて、これは、不等式で表される、領域のこの片側なので、まあ、その境界はですね、いわゆる長平面になるという形になるので、これは切除長平面と呼ぶべきなのかもしれませんが、そうとは呼ばずに、この分野では切除平面というふうに呼んでます。で、切除、な、これ、カットしているというのはどういうイメージかっていうと、この元々の、この右側見てもらうとですね、元々のこの、線形計画緩和の許容領域があったところに対して、この今、その赤いのがですね、点が、その上の、右上のその線形計画緩和問題の最適解なんですが、それをですね、切り取るように、この制約が追加されているということになります。だから、本来は、まあ、アルゴリズム後でやりますけども、普通のですね、そのままの問題の線形計画緩和を解くと、このなんか、単点最適解出てくるんですけども、それをですね、切り取るように、なんかこの、切除平面っていうのは付け加えることになります。で、そうするとですね、付け加えた後の問題を考えるとですね、この上の問題、線形計画緩和の最適解というのが、この右下の問題では、許容解ではなくなります。だから、本来ですね、本来というか、この右上の問題の、この、単点最適解というのは、この左の整数計画問題の許容解ではないので、そういうものはですね、どんどんその候補から省いていきたい。わけです。で、それを省くために、こういう切除平面というのを付け加えると。だから、切除平面っていうのは、二つ重要な性質を持っているべきであって、それは何かというと、一つは、元々の問題、整数計画問題の許容領域を変えないように付け加える。ってことと、もう一つは右上にあるような、この線形計画緩和の、単点最適解で、これがその元の問題の許容解ではないものだとすると、それを切り取るように付け加える。この二つが重要な性質になります。これは後でちゃんと書きますが、そういうような二つの性質を持つような制約っていうのをうまく見つけて付け加えてあげるということをしたいというのが、切除平面法のアイデアです。で、ちょっと過ぎて書きましょうと。こんな感じですね。整数計画問題、ちょっとここでは、いわゆる不等式標準形で書いてます。で、それ緩和すると、この整数制約なくなりますと。という形になります。で、やるのは何かというと、先ほど言った通り、この問題にですね、制約付け加えます。制約を付け加えます。で、それは先ほど言ったような、重要な性質を二つっていうのを、まあ、満たしていってほしいなっていうような形で付け加えます。まあ、特に、この元の問題 P っていうのと、制約追加した後の問題 P' っていうのの許容領域が変わらないようにします。なんか変な制約を付け加えてしまうと、今この α 点値 X、大なりイコール β っていう制約付け加えてるんですけども、なんか変な制約付けてしまう。付け加えてしまうと、ここで言ってるその P と P' の共有領域が変わらないという性質が満たされないかもしれません。満たされないことがあり得ます。ので、それはですね、そうならないようにうまくこの制約を見つけてあげる必要があります。で、これを緩和すると。でそうすると、この整数計画緩和、ここで R' と呼んでるものができるんですけども、で、これを解きましょうという形になってきます。で、今、の説明は、この、左下に行ってから右に行くって、こういう順番で説明して、制約追加してから緩和するっていうふうに言ったんですけども、これは実は、緩和してから同じ制約を追加するってことをしても、同じ線形計画緩和が得られます。だから、これは、まあ、いわゆる、この、なんだろうな、操作の順番は果敢であるというふうに言ってもいいのかもしれませんけども、まあ、それはどうでもいいこと、どうでもいいって言ってませんね。この後の今後の展開に関係ありません。が、まあ、成り立っています。
で、やるのは何かっていうと、この R の代わりに R プライムを解くってことをします。で、まあ、この R プライムを解くことによって、この元々の P という問題が解けると嬉しいんだけども、まあ、そうじゃないかもしれません。で、そうじゃないときには、この、切除平面、この制約の追加っていうのを、繰り返し行います。で、ちょっと見ていきましょうと。で、どういうふうにその制約を追加するのかっていうのは、実はですね、この、分野では、いろんな方法が提案されています。もうこれがですね、本当に千差万別、十人十用っていうのはここで使っていい言葉だかどうか、ちょっと適切かどうかわかんないんですけども、もういろいろあるんですね。で、いろいろあって、まあ、ここで紹介するのは、まあ、一番古典的と呼ばれ、思っていくと思うんですけども、このグモリの小数、言えないですね。グモリの小数カット、フラクショナルカットと呼ばれるものです。まあ、フラクショナルになるっていうのは、なんだろう、分数のことをフラクショナルナンバーとかって言うんですけども、ちょっと今、口だけで言うと通じないんで、書きますけども、分数のことをフラクショナルナンバー。分数ですね。だから、まあ、このフラクショナルカットっていうのは、分数カットというふうに呼んだ方がいいのかもしれませんけども、まあ、小数カットと呼ばれることが多いかなっていう、まあ、小数カットと訳している文献があるので、ここでもそうするという形にします。で、まあ、これを今から紹介していくんですけども、まあ、他にもですね、クバタルグモリーカットとか、リセツカットとかいろいろあったりして、ちょっとここなんか英語と表記と日本語の表記がちょっと、一致してませんけども、これは私の誤植です。すいません。まあ、場合によっては、バタルグモリーカットと呼ばれて、同じものを指してるんですけども、ちょっとここでは私の表記揺れが起きてしまって、それはすいません。どちらでも同じものを指してるつもりです。はい。で、このですね、上に上げてるもの、これはですね、整数計画問題全般に使えますと。だからどんな整数計画問題に対しても一応適用可能であるような、手法、その制約の追加する方法になります。でですね、そうじゃなくて特殊な問題に対して使える、特殊な問題にしか使えないような、その制約の付け加え方っていうのがあったりもします。で、これはですね、次回の話になりまして、特に次回は、巡回セールスマン問題に対して、この切除平面法とか、この切除平面というのをどのように付け加えるのかとか、どのような切除平面があり得るのかっていう話をしていこうと思います。はい。今からやるのはこのゴモリの小数カットっていうものを、どのように作って、どのように追加して、どのように解いていくのかって話をしていこうと思います。ここまでいいですか？はい。で、これをやっていきます。で、まあ、それを、例を通してやっていこうと思います。はい。で、まあ、こういう整数計画問題考えましょう。前回はですね、ナップサック問題を考えていて、4つ変数がある、x1、x2、x3、x4 っていうような、ものが、変数があってですね、それちょっとずれかけなかったんですけども、今回は2変数 x1 と x2 しかないような問題を考えます。で、これはずれかけるんで、もう図書いちゃったと。こんな感じですね。で、これはですね、これ最小化問題になってるんですけども、この青い方向に進むと、目的関数が小さくなると思ってください。ですか。だから青い方向に進みたい。っていうような気分を持ってくださいということですね。で、これはですね、4つ不等式があります。皮膚制約も含めて。で、その4つの制約で囲まれている部分が、ここの、ちゃんと戻りませんけども、ここのですね、四角形になっていると。で、その中の整数公式点が、あれですね、許容領域になっているということになります。で、そういう問題です。で、これ解きたいと。で、まあ、前回はですね、ナップサック問題は01整数計画問題という形で、変数が取り得る値は0と1に固定さ、限られていたんですけども、今日考えるのは、x1、x2 はどんな整数でもよいという形になっています。まあ、ただですね、x1 と x2 は0以上という制約ついてますから、まあ、この中では、取り得る整数というのは必ず皮膚になっているということになっています。はい。で、それでですね、これを、このゴモリの小数カットという手法を使って解いていきたいってことをしようと思います。で、その時にやるのはですね、前回、あるいは先ほど初めに言った通り、線形計画緩和をまず解きます。で、線形計画緩和を書きましたと。それは、ただ単に、この整数制約をなくしたものになるわけです。これないですね。で、これは、先ほど言ったこの四角形という、凸多面体、あるいはこの場合は凸多角形を、許容領域とするような線形計画問題になるわけです。はい。で、そうすると、これ解くとですね、まあ、ここら辺にですね、単点最適解が出てくるという形になるということになりますね。で、これは今日はですね、図を見て解くってことをします。
図を見て解くということをします。で、だから、図を見て、図を見て解くので、この線数計画問題も、そのものもですね、これ図を見ちゃえば解けるんですけども、それでは、このゴボリの小数化っていうの説明にならないので、我々が許されるのは、この、整数、線形計画緩和は図を見て解ける。けども、この整数計画問題は解けない。っていう立場でやってきます。で、それでそのアルゴリズムを説明していくということをやっていこうと思います。はい。で、それでですね、今、そうか、そうか。で、このゴボリの小数カットを考えるときには、実はですね、考える問題が、等式標準形であることが望ましいというか、それであることが、必要というか、そうであると考えやすいので、そういう形にしようと思います。で、今はですね、これ、不等式の向きが、不等号の向きが、左辺が右辺以下、っていう形になっているので、この左辺の方にですね、何か皮膚のものを足して、この不等号がイコールになるようにしたいという形で、いわゆるスラック変数というものを付け加えます。で、そうすると、ここら辺の不等式制約が等式制約に書き換えられるということになります。で、書き換えたものがこれになります。先ほどの右側にあった線形計画緩和が、今、等式標準形に書き換えられました。今言ったのは何だったかっていうと、ちょっと前のページの、制約何だったかってことを申し上げると、X1 プラス X2 が6以下って、こういう制約があったわけです。で、これに対して、この、左辺にプラス S1 をしました。プラス S1 をして、この6と、元々のこの6と X1 プラス X2 の差をですね、この S1 という変数を使って埋めましょうってことを考えて、ここがイコールになるというふうに考えているということですね。で、この S1 っていうのは、0以上であるという形に、制約も置くという形になります。で、同じことをですね、この2番目の制約に対してもやっていると。で、その時に使う、このスラック変数と呼ばれる変数は、別のもの S2 というふうにしているというふうになります。いいですかね。で、一応この図の中では、このスラック変数どのように、解釈されるかというと、今ここにこの、直線があります。この直線。この直線はですね、この直線は、元々の、制約の中ではどういう形で考えられていたかというと、これはですね、X1 プラス X2 イコール6ってこういう制約です。で、元々はこれ、この不等式制約だったので、この直線の下側。を考えますよっていう意味を持つ制約だったわけですけども、今ですね、このスラック変数って S1 っていうのを導入したら何を意味することになるかっていうと、この直線上の点っていうのは、X1 プラス X2 イコール6という式を満たすわけです。で、そうするとですね、今ここに書いてある制約を見ると、この直線上の点を取ってくると、X1 プラス X2 は6なので、この S1 というのは0にならないといけないと。ということになります。別に言い方すると、この直線上の点においては S1 イコール0が満たされるというふうに思うわけです。ですか。で、S1 が正の場合っていうのは、X1 プラス X2 っていうのが6未満になっているので、この直線よりもこの下側の領域のどこかに、その対応する点があるということを、表すことになります。わかりますかね。で、またですね、この下のリボンが上がってきてしまって、これがちょっと落ち着くまでちょっと、これをどうしたらいいのかとわかんないんですけども、これ、今、自然と落ちるのを待ちましょうという感じになります。はい。で、同じことがですね、この S2 イコール0ってこういう直線に対しても、言えて、これはこの下の方の、制約ですね。5X1 プラス9X2 プラス S2 イコール45っていう、等式を表すような直線になっているということになります。だから、ここはですね、X1、X2、S1、S2 っていう4つ変数があるんですけども、実質上、この、元々のこの2次元の空間で、表現できているという形になります。よろしいでしょうか。で、重要な性質がここでありまして、今ですね、ここの、2つのこの等式制約を見てもらうと、もともとのですね、問題があったわけですけども、そこでは、この X1 と X2 ってのが整数だったわけです。で、そうすると、もしですね、X1 と X2 が整数であると仮定すると、この等式から S1 も整数でなくてはならない。ということになります。なんでかっていうと、6が整数だから。ですね。で、同じように、下の、制約、等式見ると、X1 と X2 が整数だったら、この5と9っていう係数、あるいはこの右辺の45、が、どれも整数なので、この S2 っていうのも整数でなくてはいけません。ですかね。だから、X1 と X2 が整数だったら、必ず S1 と S2 も整数になるというような性質を、この書き換え、等式標準形の線形計画緩和っていうのは満たしているということになります。いいでしょうか。で、ここまでが準備かな。
だと思うんですけども。で、じゃあ、これが、ここまでの準備を使ってですね、今からこれ解いていきます。で、じゃあ解きますと。で、そうすると、まずはですね、この線形計画緩和を解くんですけども、これは、まあ、図で見てですね、この端の部分、ここがですね、この問題の単点最適解として得られるということがわかります。で、単点最適解はどのように考えるんだったかっていうと、第2回目か3回目か、4回目かの授業の時に、単体法の話をしたと思うんですけども、その変数、今4つあるんですけども、その中で、0にも決めてしまうっていう変数をいくつかここ、固定します。固定します。この場合は、4つ変数があって、次元が2なので、この非起点変数として2つの変数をなんか固定します。で、この場合は、この点における、どの変数が0になるのかということを考えるわけですけども、先ほど言った通り、この点っていうのは、この2つの直線上に乗っていて、その2つの直線っていうのが、S1 イコール0で表される直点線と、S2 イコール0で表される直点、直線。なので、この単点最適解においては、この S1 と S2 は0であるっていう形にして、この2つが非規定変数に対応するということになります。今、この単点最適解を表す変数には、このアスタリスク、星をつけるようにしています。いいですかね。で、S1 と S2 は0に固定すると、ここの方程式から X1 と X2 が定まります。で、それを定めてあげると、X1 は4分の9、X2 は4分の15って形で、この点の座標が得られると。だから、これは今、ちょっと、これ下げたいんですけどね、下がんないかな。よいしょ、下がった。ですね、なんだ？だから、今言ったのは、言いたかったのは何かっていうと、この X1 座標が、4分の9で、X2 座標が、見えないかな。ちょっと書くとこ悪かったかもしれない。4分の15ですと。まあ、こんな感じなわけですね。で、これでこの単点最適解が、まあ、求まりましたという形になります。まあ、ちなみに、非規定変数に、選ばなかった変数のことを規定変数と呼ぶんでした。いいですかね。で、これはですね、これが、すべての座標で整数だったら、線形計画緩和の性質から、この単点最適解が元の整数計画問題の最適解になるわけです。っていうのを前回やってる。前回というか、その整数計画緩和、線形計画緩和の、性質として、ご紹介したものなんですけども、今回これそうではないので、これは、元の、整数計画問題の最適解ではないと、いう形になります。で、そういうのが見つかったら、先ほど言ったような、その切除平面、制約を追加するってことをします。で、それをですね、この単点最適解をじっと見ることによって、うまく制約を作ります。で、どうやって作るかってことを今から言います。で、まずですね、規定変数を非規定変数で表すってことをします。何かっていうと、今はですね、この2つ、この1番、2番っていうふうに今ちょっと名前付けましたけども、この等式制約があります。で、この等式制約をまあいじってですね、今は、規定変数が X1 と X2 なので、X1 イコールなんとか、X2 イコールなんとか。で、この右辺に出てくる変数は全部規定変数あるようにします。で、これはですね、今、ここでは、まあ、1番と2番を変形して、例えばこの、なんだろうな、X2 を消そうと思って、なんかこれ消去法ってやつですね。電気にそうですね。1番の式を9倍して、そこから2を引くってことをやると、X2 消えるので、まあ、こんな形の式が得られますと。で、これ整理すると、まあ、こんな形になると。X1 イコールこれと。いう形になると。で、X2 についても同じような形でやると。で、今ですね、まあ、ちょっとこれ先の話かもしれませんけど、まあ、こういうふうな形で、規定変数、非規定変数で表します。で、じゃあ先の話、ちょっと先の話を今から言うと、今は、この1番と2番をじっと眺めて、こういうのを作ってますけども、実際はですね、単体法を動かす、あるいは、この、規定変数と非規定変数の関係をじっと眺めることによって、この、表現法っていうのは自動的に得られます。今は、ここで、改めて、これ計算してるって形でしてるんですけども、本来は、例えば、その単体法を動かしたときに、その停止したときの状況を、考えると、そのときに得られてる情報から、この表現がですね、自動的に得られます。ちょっとこれ後で、説明します。で、まあ、いずれにせよ、このような表現を持ちます。で、これを使います。で、ステップ2。白くなってしまった。ち
ちょっと待ってくださいね。これは、こうして、これを先にやっとかなかったから、こういうことが起きるんですよね。すいません。どこだろう。今、見せたかった式はどこにあったかというと、これの次なんですが、ある方は見えた。丸めるって落とします。で、これは先ほど結論として出てきた式の初めの方です。X 値の方です。の式です。で、これをですね、じーっと見ます。で、何をするかっていうとですね、まずちょっとこれを変形して、変数が出ている部分は、全部左に持ってきて、定数を右に持ってくるという形で今、変形してます。こういうふうにしてます。で、それでですね、まず、観察することは何かっていうと、今、ここに現れる if です。if です。if って制約がついています。ということなので、このですね、係数を小さくすると、この、等号が不等号に変わります。いいですか？ if だから変数が。で、その、小さくするっていうのは、この4分の9とかマイナス4分の1という整数でないものの、小数点以下を切り捨てるっていう形で、その小さくするっていうふうにします。いいですか？だから、まあ、本来、ここは、なんだろうな、真の不等式になるんだと思うんですけども、あ、そうとは限らないか。ゼロかもしれないから、だから、これは正しい。だから、いずれにせよ、この、方向の不等式が得られます。で、もう一個、やるんですけど、何かっていうと、今はですね、この、この切り捨てをやった後、この後ですね、はですね、先ほど言った通りですね、その X1、X2 が整数だったら、これ S1、S2 も整数なわけです。この式において。で、そうすると、この左辺はこれ全部整数になります。左辺全部整数になります。で、そうすると、この4分の9っていうのは今、これはですね、2.25 とかそういう値を取ってるんですけども、これをですね、これも小数点以下切り捨てて、2にしてしまってもこれ構わないということになります。なんでか、だから今は、なんとかが 2.25 以下って言ってるんですけども、そのなんとかの左辺は、X1、S1、S2 が整数だったら、2.25 以下っていうのは2以下に置き換えられるわけです。で、それをやります。変数が整数だと仮定すると、この4分の9は、その小数点以下を切り捨てたもので置き換えても成り立つわけです。今は、ここには、線形計画緩和を書いてるから、線形計画緩和においては、このような変形をしてしまってはいけないんだけども、もともと解きたかった整数計画問題においては、この変形をしてしまってもこれ構わないわけです。で、これを付け加えます。これが今付け加えられることになるような、不等式になります。制約になります。で、まあ、実際この4分の9は、の、小数点以下切り捨ては2かな。で、マイナス4分の1の小数点以下切り捨てはマイナス1とかになるので、それで、最終的にこれを追加と。だから、4分の9の切り捨て2、マイナス4分の1の切り捨てマイナス1っていうふうに、できた。これをですね、ここに付け加えます。っていうことになります。ただ、まあ、ちょっとこれは、見た目が悪いのにちょっとこれ整理しますね。どういうふうに整理するかっていうと、まあ、この S1、S2 っていうのは、もともとここの等式が、もともとは不等式制約だったんですけども、それをその等式制約に変えるために付け加えた人工的なスラック変数なので、この S1 と S2 をですね、この等式を使ってですね、元の X1、X2 を使って表してあげましょうというふうにします。まあ、これ S1 っていうのは、まあ、この式から 6-X1-X2 ですね。6加えましょうと。で、S2 は、これ見ると45-5X1-9X2 と形になります。で、置き換えてあげる。で、まあ、これ頑張ってこれ整理すると、これをちょっと頑張るんですけど、これ頑張って整理すると、4X1 プラス 7X2 が35以下という式が得られます。で、これを追加した図が、この赤い線です。これちょっと微妙なんですけど、この微妙さ後でちょっと、もう少しちゃんと見ます。だから今この赤い線が付け加わったと思ってください。あ、これを付け加えることになる。これを付け加えるってことになる。で、今これは、X1 イコールなんとかっていう式の方でやりました。で、もう一つ我々式持っていて、X2 イコールなんとかっていう式もありました。ので、それに対しても同じことをやりましょう。ちょっとその操作は、もう一度、繰り返しになりますけど、やっていきますね。まず、まあ、今先ほど、X2 を、機器定変数を使って表したもの、これです。で、左辺の方に変数全部集めますと。これですね。
で、今、変数は全部 if なので、この変数の係数を小さくしても、小さくすると、この、統合は不統合になりますとですね。で、その時に、この、切り捨てを行うというふうにしましょうと。で、そうすると、この左辺に現れる変数が全部整数だったら、この4分の15っていうのは、小数点以下切り捨てでもいいと。で、切り捨てましょうと。で、これによって得られる式。今、このマイナス4分の5小数点以下切り捨てるとマイナス2になりまして、4分の1、これ小数点以下切り捨てるとこれ0になります。だから、0×S2、ここで、S2 に関する項、これ消えてます。で、4分の15小数点以下切り捨てるとこれ3になるという形で、まあ、X2 マイナス 2S1 小なりイコール3という制約を追加しましょうということになります。で、これもまたちょっと S1 消して、X1、X2 を使って表すとこんな感じになると。だからこれ最終的にこれですね。2x1 プラス 3x2 が15以下っていう制約になります。で、これ書きました。これはですね、かなり切れてますね。切れてるとかっていうと、ちょっとなんかボディービルみたいですけども、これかなり切れてる。何言ってんでしょうね。どう言えばいいんだろう。まあ、かなり切れてます。こんな感じになってると。ということで、何を言いたかったかというと、これによってこういう制約を追加するってことをします。あ、これですね。追加すると。で、ここでこんな感じになって。だから今、この2つ制約追加されました。で、これどんな感じになってるかっていうと、これ隠すとこんな感じになってると。今ですね、このもともとこの赤い点、これがですね、もともとのこの、左上に書いてある整数計画緩和の単点最適解でした。で、この赤い制約2つ付け加えたら、これどんな感じになってるかっていうと、ここにあるですね、この2本の赤い線ですね、これとこれ。これが今付け加わったって感じになってます。で、そうすると、ちょうどこの今考えていたこの単点最適解は、これら赤い線よりも上側にあることになります。で、この付け加えた不等式は、この赤い線よりも下側の部分だけに着目しなさいっていう不等式になっているので、これによってこの赤いですね、もともとの線形計画緩和の単点最適解は、これによって、これ付け加えた後では、許容解でなくなる。非許容解になる。非許容解になるということになります。よろしいですか？で、なおかつなかった。なおかつ言いたかったんだけど、そうで、今、この付け加えたですね、この2つの、制約付け加えた、問題考えます。で、これが、ね、先ほどの、ま、記号で言うと、線形計画緩和 R プライムになるわけです。で、これはですね、この赤いものを付けた後の凸多角形が、もともとの問題だった R の、許容量よりも小さくなってるわけですね。で、なおかつ、この、もともと考えていたこのですね、整数計画問題の許容解の集合、つまり許容領域っていうのは、これを付け加えたことによって変わっていないことになります。これが重要ですね。これなんでこうなのかってことは、今ここではちょっと説明しませんけども、後でちょっと一般的な部分で、証明しようと思います。で、まあ、こういうのですね、緩和が強化されたっていうふうに言うことがあります。つまり、もともとこの整数格子点上で最適化を行いたくって、そのために線形計画緩和 R っていうのを考えていたんですけども、実はこの R プライムっていうのも、それはですね、なんだろう。R プライムっていう問題に整数制約をつけても、この同じ整数計画問題が得られるわけです。だから、それを、逆の操作を行うと、この整数計画問題から線形計画緩和を作ると、今この左上の問題ができていて、それはもともとの線形計画緩和 R と初めに言っていた問題よりも許容領域が狭いので、そういう意味で強い緩和が得られたと。R よりも R プライムっていうの方が緩和として強いっていうような表現の仕方をします。あるいはこの操作によって緩和が強化されたとかっていうような言い方をします。で、じゃあこの強化されたですね、この緩和問題。線形計画緩和、これ解いてみます。で、これはまたこの図を見て解けるんで、解いていくんですけども、解くとこんな感じになります。この端の部分ですね。ここがこう、単点最適解として出てきます。まあ、一応先ほどの、R プライムっていう問題を新しい、スラック変数 S3、S4 を使って、まあ、書き直してはいるんですけども、まあ、それはちょっと、あんまりここでは重要じゃないので、まあ、形式的にやってくださいと思ってください。で、まあ、これ解きましたと。で、解いて、単点最適解出てきました。単点最適解、ここに書いてあります。まあ、これは図を見ればわかると。ので、こういう形で得られましたということになります。で、そうすると、ここで注目したいのは、ここに現れている、変数の値はどれも整数になっているということです。で、そうすると、先ほど言った、この線形計画緩和の性質。何かというと、線形計画緩和の最適解の座標が、
成分が全て整数だったら、それは元の問題の最適解ですよという性質があったわけです。つまり何かというと、この強化された線形計画緩和問題を解いた最適解を得ましたと。で、それが全て整数、成分を持つものになっていたということで、これによって元の整数計画問題の最適解がこの形で得られたということになります。つまり、X1 を3、X2 を3とする点が、まあ、この点です。この点が元の問題の最適解ですよということが、このような形で分かったということになります。よろしいですか？こういう形で制約を追加することによって、緩和を強化するということを行い、強化された線形計画緩和を解くことで、整数最適解が得られたら、それによって元の問題が解ける。で、こういう仕組みです。これが、切条平面法です。よろしいでしょうか。で、今から、だからこれで例おしまいですね。これいいですか。だから、二つ重要なポイントがあって、一つは、どのようにこの制約を追加するのかっていう、その手続きです。これはアルゴリズムです。はい。で、原理としては、今はですね、この、一回、1ラウンドこれ追加したら、運よく、この整数最適解が線形計画緩和において得られたのでよかったんですけども、一般的にはそうとは限りません。だからその1回追加しただけで、この単点最適解として整数座標しか持たないものが得られるかというと、そういうことはないので、そういう場合には今この操作をですね、何度も何度も繰り返すってことをします。で、ずっと繰り返していって、最終的に、そのある段階で、この、単点最適解として全ての座標が整数であるものが得られると嬉しいな、ということを期待してやってきます。というのを次に説明しようとします。ちょっと休憩には早いかもしれないので、もう少しやろうと思うんですけども、いいですかね。はい。で、じゃあ、一般論ちょっと話をしていこうと思います。よろしいですかね。はい。では、この5モルの小数カットの設定としては、先ほど言った通り、この等式標準形の整数計画問題を考えるという形にします。だから、この AX イコール B という形の制約がついていると思ってください。はい。まあ、変数 N 個ある。だから、X っていうのは、N 次元ベクトルだと思ってください。ということですね。で、まあ、この問題最適解を持つと仮定します。まあ、これはそんなに重要な仮定ではないんですけども、ちょっとここで、話しやすい。するようにこうします。線形計画においては、この X が整数ベクトルですよっていう条件、制約が抜けているという形になります。で、この線形計画緩和も、まあ今 R と呼びますけども、これも最適解も仮定しましょうというふうにします。で、そうするとですね、今これはあれですね、等式標準形の線形計画緩和問題、線形計画問題で最適解を持つって言ってるので、その最適解として単点最適機会を得られます。まあそういう性質があったということですね。だからその単点最適機会、を、まあ、X スターとして、それを考えましょう、ということをします。それで、このですね、X スターの全ての座標が整数だったら、先ほど言った通り、それはですね、この整数計画問題、この左の問題の最適解になっているわけです。だから、その時点でもうおしまいです。だから、今から考えるのはそうじゃない場合になります。だから、この X スターの中に、その整数値を取らないような成分が存在するということも仮定します。で、その時にどうするかってことを考えるということになります。はい。で、その今、単点最適機械を持ってきてるんですけども、単点最適機械がどういうような形で書けたのかってことは、単体法の話をした時にちょっとご紹介しました。で、これを1枚だけしかちょっと持ってきてないんですけども、これがその単体法の、説明をした時に使ったスライドで、そのままで、もうどういうふうに見るのかすら忘れてしまったかもしれませんけども、先ほどのようにですね、この非規定変数の添え字集合と、規定変数の添え字集合をまず固定しますと。で、それを N と B というふうにそれぞれします。だから、気分としては、この AX イコール B という、この等式があったら、それはですね、こんな形になっていると。まあ、A というのは、まあ、なんだろう。行が M 個あって、列が N 個あって、そういうような行列。だと思ってもらって、X はこれ N 次元ベクトルなわけですね。これ N 次元。B は M 次元です。で、この B、この規定変数は、これ M 個あるわけですね。M 個ある。で、非規定変数は N-M 個あるって、そういうような状況だったということを思い出すと。で、その時に、今、このですね、A という行列の、この B に関わる列、
で取り出される商業列を AB として、N に対応する列の部分を AN としましょうということです。だから AN っていうのは M×N-M 行列になると。そうですね。まあ、ちなみにこの A の、ランクが M である、回数が M であるということも仮定してなんですけども、まあ、それもちょっと思い出すという感じですね。で、そうすると、この AB ってこの行列はですね、生息行列に、まあ、なるように、この、規定変数は実は選ぶんですけども、で、そうすると、この AB インバースとかっていうのは後で使えるようになります。っていう話でした。ですね。で、X の方も、この B と N に合わせて、まあ、XB の部分と XN の部分にこう分かれてるっていうふうに思うというふうにしたわけです。で、その時に、この AX イコール B、だからこの図で表されるこの等式ですね。これは、AB かける XB と AN かける XN の和、イコール B とかける。だからこの AX がこのように分けられるっていうのが、この単体法の説明の時にやったことですね。はい。で、この式を XB イコールの形でこうなりますということでした。だからこれは、この ANXN を右に持ってきて、両辺 AB インバースかけるという形で得られるわけです。で、それはここですね。うん、で、単体法においては、この引き定変数に対応する変数は全部0にするんでしたと。だから今この式においてですね、XN はを0ベクトルだとすると、この右側の項はこれ消えます。で、消えるので、XB は AB インバース B と、こういう形でかけると。まあ、こういう形になって、だったってことを思い出すと。まあ、ここにはですね、この、なんだっけ、目的関数とか最適値がどうなのかということも、書いたりしてますけども、これは、今使わないので、ちょっと、無視します。だから、重要なのは、この、なんだっけ、この表現ですね。こういうふうに表現されるということです。で、これは先ほど言っていた、その、なんだっけ、規定変数を、引き定変数を使って表現するっていう形に今なってるわけです。ですかね。規定変数を引き定変数を使って表現する形になっているので、何かっていうと、この単体法を動かしたときに、もうすでにこのですね、形は実は得られてます。ので、先ほどのステップ1っていうのはもうこの時点で終わってるっていうことになります。ので、まあ、この式はですね、使っていくということになります。で、まあ、この式に対して、なんかこの XN イコール0として、この XB イコール AB インバース B という形で、まあ、その単点最適解も表現されているということになります。はい。でしょ。先ほどの X スターですね。だから X スターにおいては、その中対応する規定変数の素位集合と非規定変数の素位集合があるわけです。で、その、B と N に対して、XB スターが AB インバース B とかけて、XN スター、しかたが X スター N かな ?X スター N が0ベクトルであるという形で、まあ、その単点最適解 X スターっていうのはこれかけているということになるわけです。で、今やりたかったのは、この単点最適解の中に、成分として非整数であるものが含まれている場合というのを考えるということになったわけです。はい。あ、だから、もう一度言いますね。今この X スターの全ての成分が整数である。つまり、この X スター B の全ての成分が整数である場合を考えます。だから、まあ、場合分けがあるわけですね。場合分けがあるんですけども、一番目としてそういう場合を考えます。で、そうすると、先ほど言っていた、このですね、線形計画緩和の性質から、ここに考えている単点最適解 X スターというのは元の問題、整数計画問題 P の最適解になるので、これを出力して、アルゴリズム自身は終了します。おしまいです。これ、嬉しい場合です。嬉しい場合です。で、そうじゃないときには先ほど言った通り、この X スター B の中に、整数でないような成分が存在することになります。で、これですね。だから X スター B のある成分が非整数であるときを考えます。じゃあ、そのような成分を i としましょうと。x スター i としましょうと。今この x スター b っていうのは、ちょっと戻ると、こういうベクトルになっていて、その中の一つの成分が今、非整数であるっていうことを考えているわけです。だからこの i っていうのは、この b の要素であるということになっています。ですかね。で、その時に、先ほどその、単体法の説明の時に出てきた、この XB、この規定変数を非規定変数で表すっていうのがここにあるんですけども、これはその B の要素数分だけ、だから、M 個、成分があるんですけども、その中のこの I に関する成分だけを取り出してきて書いたのがこれです。わかりますかね。今、だから、XB っていうのは、なんかこういうベクトルなわけです。こういうベクトル。M 個成分もそこベクトルなわけです。で、その中でこの I に関する成分だけ
こう取ってきましょうと。で、そうするとそれが、この、XI になるわけです。いいですか？で、他の部分ですね。他の部分も、その I に関する部分だけ持ってきますと。ですかね。で、そうすると、ちょっとこれちゃんと書かないとわかんないかもしれないので、ちゃんと書こうとするんですけども、例えばですね。はじめの、AB インバース B ってなりますね。AB インバース B。これ AB インバース B ってなります。AB インバース B。だからこれはですね、どういう感じかっていうと、こんな感じですね。これが AB インバースで、で、これが B と。で、今ですね、この中から、この I に関する、成分だけ持ってきたい。ってことをするわけです。で、そうするとですね、これは、何かっていうと、この AB インバースの第 I 行、その I に関わる行、書けなくなっちゃった。書けなくなっちゃってしまってしまった。このなんか変なボタンを押してしまって書けなくなるっていうことがたまにあって、どうやったら復活できるのかもよくわかってないっていうのが良くないんですよね。書けないな。これを選ぶと、書けなくなってしまった。これはなんか変なボタンを押して、こうかな？こうかな？あ、書けるんだ。できまして、なんだったかというと、ここのですね、第I行と、この B 自体の内積が、この AB インバース B の第 I 成分なわけです。わかりますかね？もう一度言いますよね。AB インバース B の大 I 成分は、この AB インバースの大 I 行と、この B という、ベクトルの内積です。ですかね。だから、この AB インバース B の大 I 行を取ってくるっていうのは、今ここに書いてあるんですけども、AB インバースの大 I 行。それをちょっと今、この下付き I。下付き I でこう表現しています。AB インバースの大 I 行と B の積。内積。っていう形で書いてると思ってください。で、同じように、ちょっと、なくなったんで、色付けしまして。同じように、このですね、AB インバース ANXN の第 I 行っていうのは、AB インバース AN の第 I 行と XN の内積です。で、それを左辺に持ってきて、ここに書いてます。はい。これがその AB インバース A の I 行を表すというふうにちょっとしています。ちょっとこれは変な記法かもしれませんが、だからここだけの記法だと思ってください。で、まあそういう形で、この上の式の第 I 行だけを取ってきた式がここに現れています。で、先ほどの例でもやったように、左辺に変数の、項を、持ってきて、右辺に係数を持ってきているということをしています。はい。で、この時にどういう制約を付け加えるのかっていうと、これを付け加えます。で、何かっていうと、XI はそのまま。で、この XN の係数として出てくるこのベクトルの各成分の小数点以下を切り捨てます。だから今ですね、ここに変なちょっと記法があって、AB インバース AN の下付き I っていうこれベクトルがあるんですけども、このベクトルに対して、この、切り捨ての記号を付けてます。で、これは、だから、ベクトルに対して切り捨ての記号をつけているときには、ベクトルの各成分にこの切り捨てっていうのを適用すると思ってください。で、そんな書き方は普通はしてはいけないんだけども、ちょっとここでは、横着をしてそういう書き方をしてます。ので、皆さんはこういうことを真似しないでください。どういうことをなんか大声で真似しないでくださいっていうのもちょっと変なんだけども、まあ、それは、ここだけの記法だと思って、注意してください。で、右辺の方は、この AB インバースの大 I 行と B っていうベクトルの、内積なんですけども、これはスカラーです。右辺は。これはスカラーです。で、これはスカラーに対して普通に小数部の切り捨てをしていると思ってください。いいですか？で、これは先ほどやった操作と同じです。何だったかっていうと、今、変数は全部0以上なので、この投資、係数を小数、部以下、小数部を切り捨てることによって、この不等号が得られると。で、その不等号を得られたところで、xi とか、この、非規定変数が全部整数であると仮定すると、この右辺の小数部も切り捨てていいですよ、という形で得られたものと同じ形をしているということが重要です。
で、そのようにして得られた制約を追加するってことをやるのが、このゴボリの小数カットのアルゴリズムです。で、今からまあ休憩しようと思うんですけども、休憩の後に何するかっていうと、この制約が、初めに言った二つの、重要な性質を満たしていることを言います。で、何かっていうと、これですね。何かっていうと、今これは追加する制約、これ先ほどのもの、別の場所に書いてあるだけです。これが、今、考えている単点最適化 X スターっていうのにおいては、この制約は満たされない。だからちゃんとこれカットする。っていうのが一つ目の重要な性質。で、これ今 A とします。で、二つ目の性質は何かっていうと、元々の問題の許容解、だからこの整数公式点ですね。これらは全部、この追加された制約を満たす。だから、元の問題の許容領域は変わらない。っていうのが、この B っていう性質です。で、これがですね、この追加の仕方によって必ず満たされるってことを休憩の後で証明していこうと思います。よろしいですか？はい。じゃあ、今から、休憩をしようと思うので、3分間ですね、しようと思います。で、すいません。教室の方はちょっと換気にご協力をしてください。よろしくお願いします。じゃあ、3分休憩します。あ、休憩が、これですね。3分休憩します。あ、はい。では、時間になりましたので、再開したいと思います。では、ちょっと教室の方、換気の方、ありがとうございます。ちょっと閉めてください。まあ、寒くなってきましたからね、ちょっとずっと開けっぱなしというわけにはいかない感じでございまして。はい。それでですね。これさっきどうやってこれ消したんだっけ。はい。ですね、今言った通り、これ追加する制約。ありまして、それに対してこの A と B という2つの性質が成り立ってほしいと言ってたので、これを証明していきます。はい。で、まずは A の方からですね、追加する制約をですね、この単点最適解をこれは満たさないということですね。で、この単点最適解、今、こういう形で与えられていたということ、これを思い出します。
かね。で、この X スター B っていうのは、そうですね。X スター B は何だったかっていう、こういうふうに書かれてます。で、この I っていうのは、この I っていうのは、B から選んでますので、この、X スター B の大 I 成分、だからこの X スター I っていうのを持ってくると、それはこの AB インバース B の大 I 成分になっていると。こういう形になるわけです。ですかね。で、これはですね、実はこの、右辺に現れている。だから、これはちょっと いきませんけども、これは書き方変えると、これは、AB インバースの大 I 成分と B の内積と同じですね。先ほどの説明から。ね。という形になります。はい。で、XI スターは今、これ非整数であるように選んできてました。ですね。だから、XI スターと XI スターのこの小数点以下切り捨てを比べると、XI スターの方が真に大きいということになります。ですかね。で、この XI スターの切り捨て、これは何なのかというと、これは何を書いてるのかちょっとパッと分かんなくなってしまって、何を書いてるのかってことはパッと分かんないってことはよくないんですけども、これは何でしょうね。これは何を書いてるんだろう。これは何を書いてるのかってことがパッと分かんないんですけども、何を書いてるのか、多分この式から出てくることを言おうとしてるんですけども、ちょっと待ってくださいね。これは何を言おうとしてるのかな。これは間違ってますね。これは間違ってるだけです。すいません。これは間違って、これ後です。訂正します。XI スターは上で言った通り、これですから、これですから、ここの中身はこれじゃなくて、すいません。これは、この中身は AB インバースの I かける B と。これですね。すいません。これは間違ってますね。これはだから、この上のこの式をそのまんま、ここに入れただけです。すいません。間違ってますね。はい。すいませんでした。はい。なんか、筆が滑った感じですね。筆、なんでしょうね。指が滑ったっていうんですかね。わかりません。まあ、間違ってますけど、訂正します。はい。で、この時に、じゃあ、今、じゃあ、この追加する制約を満たさないってことを言いたいんですけども、だから、この X のところに、この X スターを入れたような式を考えます。これ、こんな感じですね。で、そうすると、今、この左辺の部分はこれになります。で、今、この最適解、単純最適解においては、X スター N、これ0ですから、この部分、これ消えます。これ0になります。これ0ベクトルです。あ、0ベクトルじゃないんですね。これ0ですね。0、0ですね。すいません。これはスカラーだから、これ0ですね。0になります。0になります。で、そうすると、だからこれ0なので、この左辺、この部分ですね。この部分は XI スターに等しいということになります。不等式より AB インバース Iかける B の切り捨てよりも真に大きいという形になるわけです。いいですか？で、これは何を言ってるかっていうと、この不等式の X のところに X スターを入れたら、この不等号が逆向きで成り立ってしまいますよ、ということを言ってるわけです。つまり、この不等式は X が X スターであるときには満たされないということになるわけです。ということで、これでこの A の性質が満たされるということが分かったということになります。よろしいですか？ちょっとこの部分すみません。間違ってました。これ後で、授業のスライドは訂正します。修正します。はい。で、これが一つ目の、性質ですね。で、二つ目の性質は、何だったかっていうと、また白くなってしまう。ちょっと今日は調子が悪いですね。誰の調子が悪いかわかんないんですけども、何かの調子が悪いと。で、どこなのかもわかんない。ここら辺ですね。うん、うまくいかないですね。なんだろう。これは。どうしようかな。どうするとうまくいくのかな。これで、白くなったまま、次のページは。だからちょっと こからいきますね。すいません。B の性質。これですね。X が P の境界。つまりその、この制約と整数制約を満たす。時には、この追加する制約もその X は満たします。ということを言います。ですね。だから今 X は、だから X が P の境界っていうのはどういうことかっていうと、ちょっとこれはちょっと上に書くと、どういうことかっていうと、AX イコール B であって、X は比符であって、なおかつ X は整数ベクトルと。ZN。こういう形ですね。これを目指していると。で、その時には、この、だから今この青で書いたものを満たすような X というのはこの赤も満たします。ということを言います。はい。で、今、X は AX イコール B を満たします。ってことなので、
これ先ほどの、初めのですね、その規定変数と非規定変数を分けて書いた時の式から、この式が、満たされるってことがわかります。これ先ほど、なんだっけ、単体法の復習のところで書いた式と同じです。ですかね。で、ってことは、これの代愛成分を取ってくると、これになりますと。これ先ほど説明したと、これも同じですね。この、行列の部分の、この代愛行だけをこう持ってきて、これ書いてるということになります。で、そうすると、X というのは、これですね。皮膚なので、この、その係数ベクトルの、値を小さくしても、小さくすると、この統合が不統合になるわけです。それを今ここでやってます。いいですか？右辺は変わってませんと。ですね。ですかね。で、それが今ここに書いてあります。で、今、X は、整数なわけです。X 整数なので、今、ここに書かれている、この左辺もこれ今整数になります。あ、X は整数だからね。ってことは、この、右辺の小数部分を切り捨てても、この不等式は成り立ったままになる。これさっき例でやった通りですね。ですね。ということなので、この式満たされます。この式は、この赤いのと同じです。いいですか？ということで、X が P の境界だったら、この追加する制約も、その、X で満たされるということになります。で、この B の整数だから、これも成り立つと。いうことになります。ということで、図としては、戻りますと、これですね。この、R の許容領域、突出多面集合があって、その中の整数点を、この追加した制約は切ることはない。けども、この単点最適解は切ってますよと。こういう形になるわけです。いいですかね。ということなので、やることは何かっていうと、今のように、元々の整数計画問題があったところの整数計画感は作ります。で、解きます。で、解いたら、単点最適解が得られます。で、これを見ます。で、この単点最適解が、整数ベクトル、どの成分も整数だったら終わりなわけです。で、そうじゃなかったら、今の手続きを使って制約を追加します。で、追加したものを、まあ、これまた、線形計画緩和、つまりこの P、なんだろう、この R1 の許容領域の整数点が P の許容領域になってるっていう性質を持ってますので、まあ、それはちょっとこの P の線形計画緩和と呼んでもいいと思うんですけども、この R1 点を作ります。で、これまた解きます。で、そうするとまた単点最適解が得られます。で、それが、また、その、整数ベクトルでなかったら、ここからまた同じ手続きを使って制約を追加しますと。で、また別の線形計画緩和問題ができて、また解きますと。単点最適解が得られますと。で、それが、また、整数ベクトルじゃなかったら、同じ手続きを使って制約を追加するということをどんどん、繰り返します。一般的には。で、繰り返していって、最終的に、あるところで、それが整数ベクトルになっている。ことが分かったら、その時に得られている単点最適解が実は元の問題の最適解ですよということになるということです。で、これが鉄条平面法の流れです。よろしいですか？だから先ほどの例では、これ1回追加したら、その次に解いた時に、もうすでに整数ベクトルになっていたので、この繰り返しはまあ起きなかったわけですけども、一般的にはこういうことが起きるということになります。で、そうすると、この今、ここに書いてあるその模式図では、最終的に、このまあ3回ぐらい追加した後で、整数ベクトルが得られていて、元の問題の最適化が得られてるっていうことになってますけども、ここがですね、重要なところというか、面白いというか、不思議なところで、このゴモリは実際、この小数カットと呼ばれる今の付け加える方法を適切に行う、まあ、適切に今ちょっと、定義しませんが、適切に行うと、必ず、このアルゴリズムは、最終的に最適解を見つけて終了する。ってことを証明しました。これは、この証明をちょっとこの授業でやるには、複雑すぎるのでやりませんので、事実としてそれだけお伝えします。つまりこれはですね、正しいアルゴリズムなんです。最適解を持つ整数計画問題があったら、これによって必ず最適解が得られます。あ、まあ、時に、この手続きによって必ず、最適解得られる。前回ですね、分子限定法をやったんですけども、分子限定法も必ず、その探索していくところ、必ずですね、有限なので、必ず停止して最終的に最適解得られるんですけども、この
接続平面法も同じように必ず最適化が得られるようなアルゴリズムになってるわけです。で、そういうその必ず何かができるっていうのは、やっぱりこのアルゴリズムに求められる性質として重要で、そういうことがここで成り立っているということになります。なんでこれが地名じゃないかというと、もしかしたらこの追加していく中でですね、追加していくんだけども、その追加の仕方がですね、なんか非常になんだ、その切っていく深さというか、その切り具合がですね、だんだんなんか浅くなっていくかもしれないわけです。意味がわかんないし、ちょっと図で書きましょうかね。なんかこういうようななんか、トツタミン集合があって、なんか本来はなんかここら辺に最適解が、これなんか整数点があって、これに最適解があるんだけども、なんか1回切ったらこれぐらい、2回目はこれぐらいとか、なんかこんな感じで、なんかだんだんなんか切り具合が浅くなっていって、ここにですね、たどり着かないっていう可能性はあるわけです。理論上は。ですが、ここで言ってる定理っていうのはそういうことは起きなくって、適切に追加していくと、ちゃんと最終的に停止しますよと。最適解を見つけて停止しますということを言ってくれてます。だから非常に強力ですね。で、一方でですね、昔の論文とか昔の本を見ると、この方法は、このゴモリーのこの方法は全然実用的じゃないと書かれてたりします。で、全然実用的じゃないって書かれてるんで、おそらく誰も実装しなかった。んですが、この2011年に出てきているこの論文があって、ここでこの人たち実装したんですね。で、実装したら案外いいですよってことを言ってます。ので、そういうその古い論文とか評価書に書かれていることをですね、あんまり真に受けると、そういうちょっと困ったことが起きたりすることもあるので、気をつけてくださいということになります。実際私ですね、この論文の内容を2009年ぐらいにですね、ある国際会議で聞いて、もうね、非常に感動しましたね。なんかその、だから私、我々というか私が持っていた、この、ゴモリーの手法、ゴモリーの定理に対する、感覚っていうのは、実践的ではないっていうふうにいろんなところで書かれてるって、まあそうだろうなっていうふうに思ってたんだけども、実際にうまく実装すると、そうでもなくていろんな問題ちゃんと解きますよってことを言ってくれていて、まあそういうですね、教科書とかに書いてあることをあんまりこの鵜呑みにしない方がいいんだなってことを、まあここではですね、感じたという、そういう、まあ思い出もあります。まあ、それはどうでもよくって、個人的なことなんでね。まあ、いずれにせよ、まあ、こういう定理がありますので、そういうちゃんとしたアルゴリズムであるということは言えるということになります。よろしいでしょうか。はい。今ですね、この接続平面法の一般論は、ゴモリの小数カットというものを使って説明したんですけども、途中で言った通り、他の接続平面の付け加え方っていうのもいろいろと提案されています。で、ちょっとそれを、ご紹介します。で、そこではですね、まあ、簡単に、この、フバタルゴモリーカットっていうのと、微接カットっていうのを、紹介します。で、式とかは使わないで、図で、こんな感じだよ、図じゃないな。例でこんな感じですよってことを、お伝えするだけにします。で、まあ、先ほどと同じところ、表記でありますけども、フバタルゴモリーカット、あるいはゴモリーフバタルカットを説明します。で、もう一度先は言うと、この接続平面が満たさないといけない性質っていうのは二つあって、今このアルファペンチ X、ダイナリーイコールベータっていうのを追加したとすると、こんな感じになったんだよね。つまり、追加した制約を、この、今考えている、線形計画緩和の単点最適解を切り落とす。つまり、ここで書いてある X スターっていうこの単点最適解は、この制約を満たさない。出さない。で、これですね。S、整数計画問題 P の許容域、つまりここのですね、白い点々点ですね。に対して、そこから Z っていうのを持ってきたら、つまり、P の境界っていうのを持ってきたら、それはこの制約をちゃんと全部満たすというふうな、性質はちゃんと満たしてなくちゃいけなくって、まあそういう性質を満たすものを、今から2つご紹介するということになります。はい。で、一応ちょっと次回こういう用語を出すので、ちょっと一応書いておくと、このアルファ、だから今この2番の、ここに書いてあるのは、言い換えになりまして、ここに書いてあるんですけど、何かというと、このアルファテンチ X、ダイナリーイコールベータという不等式が、S の突法に対する妥当不等式でもあるってことを表しています。まあ、妥当不等式って何だったかってことはちょっと覚えてないかもしれないので、第2回の講義のところをちょっと見ていただけるといいと思うんですが、まあ、次回は、なんかこの追加する制約のことを、妥当不等式っていうふうに言ったりするかもしれませんので、ちょっとここで、先回りして、こういう用語も今後使いますよってことを言っておきます。
で、それで今から紹介する2つの例は、この、2つの性質を満たすような形になっています。ものになっています。で、1つは先ほど言ってた、ふわたるごもりカット、ごもりふわたるカット、どっちだったか忘れましたけども、まあ、それです。で、何かというと、途中までやることは、先ほどのごもりの小数カットと同じです。だから、その、探検最適解を得て、このような形で、その、探検最適解を表します。で、ここで先ほどは、その、小数部分を切り捨てるってことをすぐにやったんだけども、この、このふわたるごもりカットには何をするかっていうと、それをやる前に適当な整数をかけます。例えばですね、3をかけます。これはですね、一昨日ぐらいにちょっといろんな例を試してですね、3が一番いいことになったんで、3になったんですけども、3をかけます。で、そうすると、これ式はこんな形になりますね。一応この変数に関わる部分は全部、先に持ってきて、こうやってます。だからこれ3かけるんで、両辺に3かけます。なので、x1 は 3x1 と。で、4分の9は、4分の27と。3区24ですね。って形になるというふうになってます。ですか。で、これに対して先ほどの手続きを取ります。何かというと、S1、S2 っていうのが、皮膚が、X、すみません、もう皮膚なので、この、分数の部分、小数部分を切り捨てますと。で、そうすると、不等号になると。ね。で、そうすると、今、F 辺の方でいいですよと。こんな形になると。で、これを付け加えますと。これを付け加えます。で、そうすると、これ、4分の27は、4624なので、4728、4624だから、これは6ですね。この辺6、これ6になります。で、マイナス4分の3切り捨てると、これはマイナス1かなになります。っていう形で、これを付け加えると。これを付け加えるとなります。で、先ほどと同じように、この S1、S1、S2 っていうのを、S1、S2 っていうのを、この等式を使って、X1、X2 を使って書き換えると、まあ、こんな感じになりますと。こんな感じになります。で、これちょっと、計算ちゃんと見ませんけども、私の計算が間違ってなければ、これ 9x1 プラス 3x2 が15以下になります。これ、まあ、この係数全部これ3の倍数なので、これ3で割っていいんですけども、まあ、3で割ると 3x1 プラス x2 が15、5以下っていうものと同じです。で、それはですね、この図で書くと、この青い線になってます。で、この3倍しないで先ほど作った、ごもりの小数カット。これ赤い線です。で、そうすると、この3をかけたことによって、もともとのですね、この赤い線よりも深く、この探検最適解を、切り捨てている。切り離しているってことがわかります。で、今これ適当な整数かけてるっていうふうに言ったので、先ほど初めに言ったその5森の小数カットっていうのは、まあ、無理にかけてると思うと、これ1をかけて、この手続きをやってるというふうに思えるわけです。で、それを1じゃなくて、別の整数をかけることによって改善する場合がありますよっていうのが、このふわたるごもりカットのアイデアです。で、これは先ほど言ってた2つの性質をちゃんと満たします。この探検最適解は切り離しますし、この、共領域、突出多角形の中にある整数っていうのは切り落としません。なぜかというと、やってるのは等式に整数かけてるだけだから、この等式の、ね、成立っていうのは、この、整数によって全然これ変わらないわけです。で、あとやってる、手続きは全部同じですから、性質として同じものが得られるということになります。で、こんな簡単なアイデアで、こういうその、まあ、改善というか、その、ま、深く切れるようになるっていうのが、ま、嬉しいということになります。あ、そういう場合があるっていうのは嬉しいということになります。はい。だから、ま、この場合、この例の場合にはそういうことになったということで、まあ、よろしいということになります。いかがでしょうか？いいですか？まあ、これが、あと、ふばたるごもりカット、あるいはごもりふばたるカットです。はい。で、もう一つの例。しまった。これが出てこない。これはちょっと、会が効かないんで、ちょっとこれは出てほしいんですけど。これ前に戻ると。待ってくださいね。何が見えてないのかは、それはわかんないんですね。今、どこのページを見ていたかというと、ちょっと待ってくださいね。すいません。どこのページを見ていたかというと、ちょっと待ってください。すいません、ちょっと、あれ？これを追加して、これって言いたいんですけど、これどうしようかな？ちょっとうまくいかないな。
まあ、じゃあ、次のページからいきます。ですね、まあ、これ何するかと。今ですね、これも、これで、次に説明するのは、リセツカットという、切除平面です。で、何かというと、まあ、先ほどと同じように、この、まず、その、元々の線形計画緩和の単点最適化を求めるんですけども、その中に、だから、それがですね、すべての変数の、すべての変数の値がですね、整数になっていたらおしまいなので、そうじゃないと仮定します。で、そうすると、例えば今、X1 スターに着目すると、これ今4分の9っていう整数ではない値を持ってるんですけども、それがあったらですね、本来はこの X1 スターが整数であってほしいので、この X1 スターの値である4分の9を、の小数点解を切り捨てた場合と、切り上げた場合の2つの場合に分けて考えます。で言うと、今、ここの、赤い点、これがですね、この単点最適化なんですけども、今、この許容領域を、この、X1 軸の方を見て、この、値を、の小数点以下を切り捨てたところ以下っていう部分と、それを小数点以下を切り上げた部分以上っていう形の2つの問題に分けます。で、X1 の値は整数でなくちゃいけないんだから、全体の最適解は、この左側にあるか右側にあるかのどちらかです。いいですか？で、そうすると、これは今この2つの整数計画問題が現れて、その線形計画化もそれかけるわけです。で、やるのは何かっていうと、この2つのまたはっていうのがあるので、何回か前には施設計画を考えます。このまたはに対して、計画問題のモデリングを適用します。で、それで、変数の数増えるんですけども、それをこの X1、X2 軸、空間、平面に遮影すると、ちょうどですね、この場合は、ここのですね、この青い多角形のこの端の部分、ちょっと色がいいです。端の部分と、右側の三角形のこの端の部分、これを結ぶような直線、この、オレンジで今これ書いてるんですけども、これがですね、制約として追加される形になります。これはですね、ちゃんとこれ計算しないと本当にそうなのかってことはちょっとわかんないかもしれませんけども、今これ雰囲気だけお伝えしているので、ちょっとこれでご容赦ください。っていう形で、このオレンジの制約を追加するってことをするのが、このリセツカットです。で、そうすると、これは必ずこの赤い点を、取り除いてくれます。し、元々のこの、整数点は、この青の中に必ず含まれてますが、これによって消えることはないと。いうことになって、これでもうまくその、切除平面が得られるということになります。でですね、もう少しちょっと言うと、前々回ご紹介した理説計画の時には、その変数の数を増やして考えるってことをしたんだけども、この場合ですね、その考えている人、または、作られる問題が割と単純なので、その変数の数を増やさずに、このオレンジの、切除平面を直接計算することもできます。で、その手続きはここでは説明しないんですけども、まあそういうこともできるんだよっていうことだけを今ここでお伝えします。っていうのがリセツカットです。で、まあこんな感じで、いろいろな形で切除平面を付け加える方法が提案されていて、まあそれもなかなかですね、たくさん研究があったりして、いろんな性質が違ったりして面白いという形になっています。で、こういうのがですね、割とこの整数計画法の研究においては重要だというふうに考えられているということになります。はい。じゃあ最後にですね、分子切除法っていう話をしていきます。これはですね、何かというと、今、この切除平面法っていう形で、この切除平面を、付け加えるっていうのを、繰り返して解くんだってことを言ったんですけども、前回ですね、分子限定法っていうのをやりました。で、それはですね、この場合分けと枝刈りというのを、行って、問題を解くんだって話だったわけですね。で、今やった切除平面法は、先ほど言った通り、制約を追加して緩和を強化するっていうことをやってるというふうに言ったわけです。で、この二つはですね、組み合わせられます。で、その組み合わせたものを、この分子切除法っていうふうに言ってます。ブランチ&バウンドっていうのが分子限定法だったんですけども、この分子切除法はブランチ&カットっていうふうに英語で言ったりします。で、まあ、一言で言うと、この切除平面法における緩和の強化っていうのをしながら、分子限定法の場合分けと枝刈りをするっていう、そういうようなアルゴリズムです。じゃちょっとですね、まずその分子限定法どんな感じだったかってことを復習しましょう。
で、それは、この、見づらいですね、このフローチャートなんですけども、どんな感じだったかっていうと、ちょっと細かいところは見ないで、まあ、見るかもしれません。L という、その問題のプールがあります。リストがあります。で、そこから問題を一つ取り出してきて、その線形計画可能なものを解きます。で、その性質によって、その限定操作をするか、分子操作をするかってことを決めるってことを行ってました。で、まあ、この、フローチャートにおいては、この部分、今、青い部分が分子操作に対応していて、黄色い部分が限定操作に対応していると。で、その限定操作の中で、ここら辺に、その暫定解を更新する部分があると。こういうのが、分子限定法で行っていることだったと。ということになります。で、その分子切除法っていうのは何かっていうと、この中に、その、制約、緩和を強化するっていう、その制約を追加するっていう部分を付け加えます。で、それは、この線形計画緩和を解いた後に行われることになるので、まあ、ここら辺にですね、今これ追加しました。ここら辺ですね。ここら辺のこれ追加しました。それが今、この新しく追加した部分です。これ、この部分、もともとあったんですけど、ちょっと場所が足りなかったので、ちょっと上に上げてます。すいません。っていうような図になってまして、この、付け加えた部分、ここですね。これが付け加えた部分で、ここが、その制約の追加に対応する部分であります。つまり、この上の部分で、その、限定操作が行われなかったら、元々のこの、線形計画緩和を、制約を追加した形で解き直すってことをするかしないかってことを、ここで決めます。で、制約追加しますよって言ったら、まあ、先ほどのような手法を使って制約を追加しますと。で、制約を追加した線形計画緩和をまた解くっていうことをすると。いうことを行うわけです。で、これが分子切除法です。で、そうすると、まあ、前回の分子限定法の時にもちゃんと言わなかったのがいけなかったのかもしれませんけども、いろんなところで任意性があります。つまりその皆さんが決めなくてはいけない部分がたくさんあったりします。で、それを一個ずつですね、紹介するんですけども、そういうその皆さんが決めなくちゃいけないことをですね、ここでは戦略と言ったりします。これなんか論文とかにもそう書いてあるんで、戦略、ストラテジーっていうふうに言いましょうと。で、三つ。ぐらい決めなくちゃいけないことが、前回あったその分子限定法のところの部分なんだけども、そのどの変数に着目して分子を行うのか。これブランチングストラテジーっていうふうに言います。で、前回は、その非整数変数に関して、そこで0か1か分けますよっていうふうに言ったんだけども、この非整数であるような成分っていうのはたくさんあるかもしれないわけです。で、そのような成分の中のどの変数を使って分子操作を行うのかってことは、皆さんが決める必要があります。他にも、この L っていうその問題のリストがあって、そこから一つ問題取ってくるんですけども、その中、その問題がたくさんあるんだったら、その中のどれを取ってくるのかってことも皆さん決める必要があります。で、この決め方によって、いろんなことが変わってくる可能性があります。で、この二つ、一番目のこの分子戦略と二番目のこの接点選択戦略、ノードセレクションストラテジーっていうのは、まあ、前回の分子限定法の時にも、まあ、決める必要があったものです。で、ちょっと前回説明しなかったので、ここで改めて説明しているという形になります。で、分子切除法に、特有なものっていうのは、この部分でこの制約を追加するかどうかってことを決める必要がありまして、で、制約を追加するんだったら、だからいつ追加するかってことを決める必要があるんですけども、追加するにしても、どのような制約をどれだけ追加するのかってことを決める必要もあります。先ほど挙げたように、ゴボリーの小数カットであるとか、フワタルゴモリーカットであるとか、リテスカットであるとか、いろんな、その、制約の追加の仕方があるわけです。で、それのどれを使うのかとか、それをどれだけ、追加するのかとかですね、いろんなことを決める必要があったりします。で、そういうのを、その、カット生成戦略と、カットジェネレーションストラテジーというふうに言ったりします。で、こういうのは皆さんが決める必要があります。はい。で、今、その3つをここに、書いたんですけども、この戦略によってですね、どのような戦略を取るかによって、この分子切除法のパフォーマンスは大きく変わります。で、大きく変わるだけじゃなく、変わるだけじゃなくて、入力によってですね、どれがいいのかってことも変わってきたりする可能性があります。で、実際変わります。で、そうするとですね、どのような戦略を使うのかっていうことが非常に重要になっている可能性があります。で、皆さんですね、その最適化ソルバーとか、こういう整数計画問題を解くようなアプリというか、アプリケーションっていうのを、使用するときに、ここら辺のですね、戦略というのがデフォルトで大体決まってます。で、それがですね、皆さんが本当に解こうと思っている手持ちの問題に対していい戦略かどうかってことは分かんないわけです。で、本来は皆さんはこの戦略をですね、いろいろと変えて試すとかっていうことをするべきです。
が、そういうようなことを知ってる人があんまりいないので、皆さんはおそらくデフォルトのものを使って、あ、解けなくて困ったね。じゃあ、解けないんだから、チューリスティックスで解きましょうとかって話になって、それはおかしいんじゃないかと私は常々思っている。それはどうでもいいんだけど、どうでもよくない。それはまあ一つお伝えしたいことであって、皆さんがその最適化ソルバーを使うっていうときには、このような戦略をどのように定めるべきなのかってことをちゃんと考えてほしいかなっていうのは思います。でですね、あともう一つですね、プレソルブストラテジーって言われているもの、まあ、日本語でどういうかわかんないんですけども、これはその、前級会戦略というふうに呼ぶことにしています。で、前級会という、話があるんですけども、これはですね、時間があれば、最後の方の授業で扱うかもしれません。で、先ほど言った通り、この多くの最適化ソルバーでは、ここら辺のその戦略として、デフォルトのものが、初めに入ってます。で、それらはですね、パラメーターで変えられます。だから皆さんは、そういうその、アプリケーションとかソルバーを使おうというときに、どのようにそのパラメータが変えられるのかという、変えられるのかとか、そのパラメータによって何が選択できるのかってことをよく知る必要があって、それによっていろんなもののパフォーマンス変わってくる可能性がありますので、皆さんと、手元にある問題をこういう形で解こうというときには、そういうところにも十分注意するようにしてください。これはその最適化ソルバーを使うっていうときに、やっぱりそのアルゴリズムのこともちょっとは知らないと困るんだよっていう、まあ一つの側面にもなっているとは思います。ので、ぜひそういうつもりで、この最適化ソルバーとかに接していただければなというふうに思います。はじめにちゃんと言っとくべきことがありました。すいません。そもそも、いる整数計画問題を解くアルゴリズムの大部分がこの分子切除法です。これが、実装されてます。ので、その上で、この戦略っていうのを皆さんが、パラメータで決められるという形になってます。ので、そういう形で、その最適化ソルバーに接してみてくださいということになります。はい。では、これで今日の授業は終わりになりまして、まあ、次回の予告なんですけども、途中で言った通り、その、切除平面を付け加えるときには、今日お伝えしたのは、どんな問題を使える、その一般的な手法っていうのをご紹介したんですけども、次回はですね、巡回生物盤問題という特殊な問題というか、特有の問題、特殊なものですね、限定された問題に対して、特殊な切除平面っていうのが提案されているので、それがどういうものなのかとか、どういう性質を持っているのかってことをご紹介しようというふうに思います。はい。では、今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。